多少イメージ良くなるもん正直。ビタで来ても言うほど勝てないって聞いたけどね。でもディスクアップで20スロで10日だったら、まあでも1万ぐらいは抜けんじゃない1日で。それなりに上手い人だったら1万くらいは抜けんじゃないの。1時間仮に700プレイ回したとして、でそれの3枚掛け3721、2100枚の3パーって2100枚の3パーだから32が6 63枚か。1時間あたり63枚プラスになるわけですよ。でそれをじゃあ10時間打ったとしたら630枚プラスになるから、そうすると12,600円プラスになるわけじゃん。でもまあ完全に本当にミスノーミスでの金額なんで、であとボーナスも最速ねで揃えるやり方とかやって、あとスイカとかももちろんこぼさずやって、であのねボーナス揃えときも子役フォローしてやるやり方でだけど、でもまあ 100% はどんな上手いやつでも 100% は無理だから、でもそれなりに上手いやつだったら多分1万近くはいくんじゃない、1万近くはいくんじゃないですか、1日打って10日なら。もちろんノーミスは無理よ、どんな上手いやつだってノーミスは絶対無理だけど、でもそこのミスを加味してもかなり上手いやつだったら1万近くはいくと思うけどね。俺も多分1万近くいけると思うよ1日打って。まあ俺も正直目押しは結構上手いから、まあもちろん 100% は無理だけど、もうずっと打ち続けて一度もミスるなってのはさすがに無理よビタは。でもそれなりに成功率は高いから相当上手い方だと思うからね、多分俺でも1万近くは理論上いけるはずだけど、でも正直打ってらんないのめんどくさいしつまんないしディスクアップ。まあでもたまに打ってるけどね、なんか何も打つ台ない時とか、ああまあディスクアップで期待値稼ぐかみたいな感じで何も打つ台なくて気が向いたら打ってたりはするけど、たまに。そうだね、一応理論上1万近くはプラスになるはずだけどね20スロなら。まあ1日打ち切ればね。まあ8000ぐらいだったらいけるだろうな全然。ディスクアップってさそんなにほらプレッシャーもかかんないじゃん。ディスクアップのビタってあんまプレッシャーかかんないから、スナイパーとかのねビタはやばいよマジで。まあ打ったことある人はわかると思うけど、ここでミスったらめちゃめちゃ損するみたいなのがあるからプレッシャーがやばいんですよ。だから要するにだから昔のあの大花火のなんか残りゲーム数がめちゃめちゃ残ってるのにリプレイジャックイン来ちゃったみたいな、そういうような緊張感があるから、やっぱ緊張感であの俺結構プレッシャーに弱いから、そういうんでなんか成功率一気に下がっちゃうから。そうでもあのディスクアップに関してはここミスったら大損するみたいなところがないから、スナイパーとかそういうのと比べるとだからプレッシャーがあんまかかんないんですよディスクアップに関しては。だから成功確率もめちゃめちゃ高いし、そう。あ、てかもう40分経ったね。飲もうか。冷たい。ちょっとお湯ついてみる。熱い。あ、冷たい水と
あったかいお湯が出ます。うん、うまい、うまいな。水、冷たい水とあったかいお茶が出ましたっていう、まあ終わり終わり終わりできました。あのね、パチスロ配信もやろうと思えばできるんだけど、これね、前あの言ったかな、俺前ほらパチスロ配信許可してくれたとこあって、ちょっと一瞬だけやったじゃん、あのジャグラーとディスカップ打ったんだけど、まあその時の配信見てた人は分かると思う、ニコ生でやったんだけど、1ヶ月ぐらい前かな1ヶ月ぐらい前だと思うんだけど、やったんだけど、そこの店って許可してくれるんですよ。でなんかね、あのそこの店なんかディスクアップでなんかね、毎回毎回なんかね、もういなくなったんだけど、俺が見た時なんか多分2週間ぐらい多分連続でなんかディスクアップをなんかこう三脚立てて、三脚は立ててないか、スマホでこう撮影して、なんかこうちゃんとなんかこうスマホ立てるなんか機材みたいなの持ってきて、それでなんかずっとディスクアップ打ってた人いたんすよ。でおそらくね、多分 YouTuber だかなんだかわかんないけど、ふわっちとかでもスロ配信してる人いるじゃん、ツイキャスとかでも。でそれ見て絶対多分なんかに動画使うんだろうなと思ったの、ネットに上げるやつなんだろうなと思ったんだけど、2週間ぐらいずっとディスクアップ打ってるから。でまあふわっちとかツイキャスとか見たわけよ、そしたらいなかったんですよ。まあとんでもなくかそってる人で、おすすめのところに来なかったのかは知らんけど、だもしかしたら YouTube とか上げてる人なのかなと思ったんだけど、でも顔見ても全然知らん人だし、うん、でもなんか2週間ぐらいディスクアップずっと撮ってんだよその人。で俺もさ前配信で言ったんだけど、ディスクアップをさ上手い人だったらプラスにできるじゃん。でしかもそこ10日だからさ、でディスクアップ打ちながら配信でもプラスにできたらいいのになって言ってたけど、それが実現できるんだよねその店。でもねやりたくないんですよ。なんでかっていうと、その店ね、だってさそんなさ配信許可までもらってさ、ディスクアップもさうまかったらだって普通にプラスにできちゃうから、そんなのをさ配信許可もらって抜くなんてなんかちょっと嫌じゃん。しかもその店って U タイムとか普通に据え置いてる店だから、そっちも狙いに行きたいわけよ。でただでさえ目立ちたくないのに、そんな三脚とか立てて配信なんかしたら、ただでさえさなんかそのまあ要するになんかそういうの勝てる店だから、普通になんかまあプライベートっていう言い方もあれだけど、普通にプライベートで打ちに行って勝ちに行ってる店だから、あんまそこでほらなんか他のさなんか常連の目とかにもさらに目ついちゃうから、あんまり嫌なんだよね、なんかそういうの正直。うん。そう。余計なんか他の常連だったり店にも目立つから。U タイム狙いは他のプロにも目つけ。いや、本当だね。U タイムだって狙ってる人結構多いんだよ、そこ。マジでね、本当に前代据え置いてるから。だってガロとかの残り60回転のやつとか据え置いてたんだよ。U タイム。やばくない？どんだけハマっててもそこ据え置くんだよ。今まで、ラムクリアされたとこ見たことないもん。どんな回転数でも据え置くんだよ、そこ。うん。そう。でも、やっぱりあまりにも美味しい状況だから、やっぱ気づいてる人もそれなりにいて、朝はね、やっぱりね、こう、抽選受けて来る人がいるから。うん。そう。で普通に設定も入る店だしね、普通にマイジャグとかもね、おそらく毎日高設定入れてる、うん、マイジャグとかにもちゃんとレギュラーついてるやつとかあるし、でしかも毎日あるんで、まあ台数が多いからってのもあるとは思うんだけど、うん、まああとはそのなんだろう、あれ前その店でバジの絆2打ったんですよ。絆2打って、まあ普通にハイエナで打ったんですけど、だから要するに設定なんか気にせずに打てる台ですよ。1でも勝てるっていう、そういうあの状態で打ったんだけど、それ打ったら、普通に確か4以上だっけ？ 5 以上だっけな。4以上だか5以上確定画面が出て、うわ、マジかよと思って、ここ、しかも普通に平常営業なんですよ。うん。
実質イベント日みたいなのがあるんだけど、その日とかじゃないのに、普通に平常営業で、通常営業で、4だか5以上確定画面出たから、わ、マジかと思って、普通に、絆2にね、まあ、絆2がまだ出始めぐらいの頃なんだけど、うん、うわ、これハイエナで座ったのに、普通にこれ、高設定じゃんとか思って、で、一応出たから、それ閉店まで打ったけど、まあ、負けたけど、その時。うん、そう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 、うん、普通にだってさ絆とかの高設定とかあんなの打ってなきゃあんま分かんないじゃん。あんなのジャグラーとか花とかだったらさ打たなくてもさデータ上のデータ見りゃさレギュラー確率で大体分かるけどさ、うん、正直あの AT 機とかさしかも平常営業でみんながあんま入ってるって意識しないじゃん多分。そういうそんな状態で入れるんだと思うから かなりの有料店ですよねそれね。うん、そう。だ本当はね、スロット配信もしたいんですけどね。うん。そう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 。で、あと昨日さ、俺のツイッターにアップしたけど、昨日さ、地獄少女あるじゃん。319分の1の地獄少女が、あの、右打ちランプ昨日拾ったからね。俺のツイッター見てみて。4円パチンコでしかも。まああの50回転の時短のやつだったけど、そう0回転で、そこってあの U タイム全リセの全ラムクリの店なんですよ。うん、で普通になんかプラーっとなんか店入って昼の11時半ぐらいにその一応右打ちランプとかあとその U タイムとか見るためにまあ一応釘もねチラッと見るためにあのパチンコの島こう回ってたら、うん、徘徊してねちゃんと見てたらそしたら0回転の台なのに右打ちランプ地獄少女ついててうわマジかよと思って、うん、だ多分店長がねラムクリアをあのね U タイムを全ラムクリするぐらいの店だから多分店長が右打ちランプついてるの気づかないで多分気づかないでリセットしなかったっていうパターンだと思うけど普通にだから前日のやつが残ってたんだよね。うん。前日右打ちランプがついたのに気づかないで店長があの残しちゃったっていう。だもしかしたらあの閉店後に右打ちランプがついたのかもしんないけどね。うん。閉店した後なのかは知らんけど。まあそこの店確かねあのデータが確か見れた気がするからそれ見れば最後の最終の当たり見ればある程度わかるかな。うん。朝の残り玉打ち出した時のやつかも。まあそういうパターンもあるかな。うん、朝なんか試し打ちで右打ちしちゃってでその時にあの入ったやつが光っちゃったとかね。特図2の方の抽選受けたとか。まあ、その可能性もゼロではないけど。うん。まあ、でも、試し打ちとかするかな、そんな。まあ、普通に前日の残りだと思うけどね、おそらく。うん。パチンコの勝ち方は、いや、だから、なんだろう。普通に回る台を打つか U タイムをえなるかあとは右打ちランプえなるかあとはほらパチンコに設定があるやつもあるけど、まあ、あとは設定ごとにねボーダーとかも変わってくるしであとその U タイムを狙う場合はあのねそのどんだけ回るかによってももちろんそのボーダーが変わってくるし、うん、そう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 今日はもう行かないの。いや、行こうかなと思ってるけどね。もうやることないし。もうあとかそってきたし。もうウォーターサーバー交換してもネタもないし。かそってきたからこれから行こうかなと思ってるけど。なんか寒いからな、行くのめんどくさいんだよね。なんか今日寒いんだ、特に。うん。いや、行こうかなとは思ってんだけど、なんかめんどくせえなと思って。で多分行くとももう、だって配信やっててももうかそってきたしさ、ネタもないしもう。
あんなちっちゃいおっさんなんか誘うわけないだろ。うん、あんなちっちゃいおっさんなんて。寒いな。寒。発送で最高1日いくら買ったとかありますか？最高？でもそんな多くないよ。俺ほら基本立ち回ってるから、立ち回ってる人って価値額が結構少ない人多いと思うよ。あのね、俺の最高価値額は4号機時代のあれかな、多分30何万とかだと思う。1日の最高価値額は35、6万ぐらいかな。あの初代ミリオンゴッドで、うん、あのね、これ実はね、一日の最高価値額って立ち回ってる人の方が少なかったりするんですよ。うん、あのね、素人の方が一日の価値額、素人っていうか適当に打って負けてる人の方が価値額、一日の最高価値額は多いと思う。基本的には、傾向的に。なんでかわかる？うん、立ち回ってる人ってのは、その、勝てる台しか打たないから、基本。だから、打つ機会が少ないんですよ。うん。で、朝から打てる機会ってのも、ほんと限られる時が多いし、そう。でも、適当に打ってる人ってのは、もうほんと、何も考えずに、朝からこう、打ってたりして、で、朝から打って、もう朝からほんと止まんないっていう時もあるからさ、昔の AT 機とか、ね、そういう時もあったから、とんでもない役引いたとかさ、まあ、それこそ、じゃあ例えば初代ミリオンゴッドだったら、プレミ、ね、あの G ゾーン中に、プレミアゴッド引いて、でなんかストックめちゃくちゃあって大放出みたいな、そういうのもありえなくはないから、まあ、ストックね、ちゃんと消さない店とかで。だからそのなんかね、その朝から、何も勝てる要素がないと朝から基本打たない人が多いから、本当に立ち回ってるやつは。でも、適当に打つやつって朝から適当にね、打ったりとかするわけで。で、本当に爆発して止まんない時って時間によってなんかこう取り切れないとかもあるから、朝から適当に打つ機会が多いほど、その一撃引いた時に出玉伸ばせるわけで。そう考えたらやっぱり、その適当に打ってるやつの方が一日の最高額で言ったら、価値額で言ったら、立ち回ってるやつよりかは多分多い傾向にあるんじゃないのかなって俺は思ってるけどね。まあもちろんトータルではね、トータルで勝てる人っていうのは基本的にそう一撃とかを狙わないで理論的に狙いに行く人だから、そうってのはあるかな。うん、俺の一日最高価値額は普通にあれですね、35、6万ぐらいだった気がするけど。うん、パスロー配信やりたいけどね。うん、8時ぐらいに凱旋打ち始める人はマジで炎上してる。やばいよね。8時に凱旋打つやつとか頭おかしいよね。いや、天井に近いとかだったらわかるけどさ。うん。だってさ、そんなんさ、やばいでしょ、ほんとに。取り切れない可能性がかなりあるからね。うん、で、その取り切れないぐらい爆発するのもひっくるめての機械割りだから、どんだけ割り低い状態で打ってんだっていう、結果的にさ。寒いな今日。まあそろそろパチンコ行ってこうかな。パチスロもうかそってきちゃったし。5号機の最高獲得枚数は天下富武2の7800万。あ、そうなんだ。俺万枚出たことあるよ、5号機でも 2、3回ぐらいある。あと万枚リーチもあったな。北斗転生で20スロ10日で8000枚ぐらい出てて、でしかもレベルがほぼほぼ4なんですよ。もうレベル4で真剣勝負があと21個ぐらい残ってたやつで、なんだろう、その状態で閉店終了になったやつとか、まあ期待値的に言ったら万枚は出てるぐらいなんだよね。であとは笑うセールスマン初代の5号機のやつで、あれでね、なんだ、7揃いのストックが多分最低7個ぐらいあって、でしかも残りゲーム数がまだ多分3、400ぐらいあって、でそれで確か8000枚くらいそれも出てて、
まあ、それも期待値で言ったら多分まんまいくんじゃないぐらいのやつで、カイジに似てる。あ、そう。